よろしくお願いします。大五郎と申します。今日は春雨を使って担々麺を作ろうと思います。春雨担々ですね。使う食材は春雨、ネギ、キムチ、しめじ、豚バラ、卵ですね。クラシルさんのレシピを真似させていただきました。いつもありがとうございます。豚バラは塩コショウして先に少し炒めてます。でそこにしめじを入れましたと。で、細かく切ったネギも入れて鶏ガラスープの素、味噌で味付けをします。でここに水を入れてほぼベースが完成ですね。春雨使うの初めてなんですよね。なんだかんだでキムチを一つまみ入れます。豆板醤ですね、スプーン一杯ないぐらいですかね。で少し火を通してます。全体に春雨を入れます。 120g だから 30g ぐらい入れました。4分の1ぐらいですかね。ちょっととね、水分が少ないかなっていう懸念はあります。卵を溶いておいてと。なんとなくの時間だけ蓋をして火が通ったかなって確認します。いい感じに柔らかくなってますね。ほんで卵を流し入れてと。蓋をして卵を固めちゃいます。春雨担々できました。美味しそう。いい感じですね。ごまとか振ってもよかったんかなって思いましたね。刻んだネギを最後に散らします。綺麗にすれば完成です。うん、いい感じ。早速いただきます。出来たてですからね。うまい。うん、すっごい主観の感想なんですけど思ったより美味しい。春雨ってこんな美味しかったんだ。食べ応えもありますし、これは白米入れてもずっと美味しいですね。美味しい。今日は春雨キムチスープ作りました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。